ミセス・ブリーンアップル18歳フェス NHK 総合にて放送予定が11月に開催決定ミセス・ブリーンアップルよりコメントが到着したアーティストが18歳世代の様々な思いを聞いて新曲を制作しその曲を1000人の18歳世代と一緒に1回限りのパフォーマンスで共演する18祭りフェス開催8回目となる今回はミセス・ グリーンアップルが18歳世代と一緒にステージを作り上げる。2022年4月、成人年齢が18歳へと引き下げられ、18、19歳も成人となった。そんな彼らが抱える勉強や仕事、恋愛の悩みや楽しみ、さらには成人という新たな立場のもとでこれまで以上に生まれる責任。そして将来の夢、彼らの思いと見せす ブリーンアップルが一つのパフォーマンスで繋がるミセスブリーンアップル18歳フェスのテーマは本音日本全国の18歳世代からそれぞれの本音を表現した動画を募集しミセスブリーンアップルがその思いを受けて楽曲を制作選考を通過した1000人の18歳世代とミセスブリーンアップルが一回限りの奇跡のステージを生み出すなお 本イベントの模様は後日 NHK 総合にて放送される予定放送日未定ミセスグリーンアップルコメントこの度18歳世代の皆さんと一緒に18祭りを作り上げることになりましたミセスグリーンアップルです貴重な機会をいただいて大変光栄です人生においてとても大切な そして多感な時間を共に過ごすからには忘れられないステージを作り上げたいと思っております。今年のテーマは本音です。親御さんやご家族、友達にも言えないことをたくさん抱えながら日々を皆さん過ごしていると思います。そんな思いを僕たちに惜しげもなく思い切りぶつけていただけたらと思います。たくさんのご応募を楽しみに心よりお待ちしています。